さあ2回は先制のチャンスはホークス。この打球がセンターに抜ける。また三塁キャンバスを蹴る。金子バックホーム、ボールが返ってきますがホームイン、1点先制。ツーアウトのあとバッターツーベース、それが高谷タイムリー。打つんですよ高谷が、いいところで。まあこれは逆にツーアウトが幸いというか、はい、やっぱりもう打った瞬間にスタート切ってますよね。うまいですよね。外のボールうまく捉えました。まあ横から投げた、ライトへ打球が伸びて、高木下がって下がって下がって、どうだ、入ったか、入った高谷の一発が出ました。スリーランホームラン、今年2回目の高谷パンチが出ますね。これは大きな追加点。